スタートしました。ややばらついたスタートになりました。プルーブダモール、比較的いいスタートを切っております。プルーブダモールがじわっと前に出ていきます。そして内からは命くれないが2番手の位置上がりました。パピプペポはわずかに3番手ですが、タガノディナー、内からはアグネスレイヤと接近して、その後方からカシノアムール、カシノノゾミと追走しております。その後ですが、ゼッケン7番グローミングティア、その後は5、6馬身ステルスが追走しております。さらに6馬身7馬身開いて2番の恋の綱渡り、そしてその外にいるのが5番の大気アデリナという体勢です。さあ後方がややバラバラになっていますが、各馬 3,4 コーナー中間残り600を通過。ここで先頭にプルーブダモールが立っています。プルーブダモール、しかし打ち食い下がって4番の命くれない、外からパピプペポが押し上げていきました。外からパピプペポ、そしてその後単独4番手に3番カシノアムールという体勢です。さあ各馬が第4コーナーカーブから直線コースへと向かってまいりました。プルーブダモール、パピプペポ、プルーブダモール、パピプペポ、外に持ち出していったグローミングティア、グローミングティアが3番手から前に接近してくる。残り200を通過した。タガノディナーが内から接近する。さあ先頭は抜けている11番のプルーブダモール、2番手3番手パピプペポか、あるいは7番のグローミングティアか。先頭は11番のプルーブダモール五輪、2番手7番グローミングティア、3番手争いにパピプペポ、そして内からはタガノディナー。